打ち込んでくる方がはるかに強いんですよ、やっぱり。ですから相手が打ち込んできたものをこうやって止めるっていうのは初戦見ない話でね、素手の場合でも剣の場合でも、で剣の場合だったら大抵打ち込まれた方が歯がポロッとかけちゃうんですよ。で食い込んじゃうんですよ、みんな。でそれがあるから歯は合わせないって形になってるんですけど、僕らの剣は基本的には力を分散させながら滑らすっていうですよね。流動とも言います、受け流し、はい、その状態でこういってますよね。でこれからも非常に崩しにいくという感じですよね。受け流しの一挙こうですね。こうですね。全身を上げて、こういう感じですね。肘から上げてください。こうやって、こういう形になりますよね。で、こうではなくて、で下から。でそのいくつかその条件がありますけど、まずはそこに釣り合いしたときに、一瞬的にこの足が残っていると、次が苦しいんですよ、特に相手が大きくなればなるほど、ですから、寄せを少し足を作っておきます、でその寄せをしたときにです、ね、こっちの腰の攻めとです、ね、こっちの足の方向付けがやっぱり必要なんですよね。これがこうなって、相手関係なくこっちに行っちゃってると、もうそれは自分に。よっぽどのパワーがない限り肩がねじられますのでうまくいかないんですよ。この相手を捉えながら寄った時にこの足は相手の中心をまためがけてるっていう状態ですね。これこうじゃなくてこっちですよね。こういうこれで攻め込んで、で足にゆとりがあるのでこれがこうだともうきついですよね。こっから足を運ぶのも大変なんです。こう足が開いているの で楽に足を運ぶためにはこういう状態が必要ですよね。でこうやって走っていきますよね。で一応この後ね、今は相手が頭の周りもありましたが違った最終動作しましょうか。こういう状態があるのでこの足を寄せてですね、こういってこういうふうに斜め前の方に押さえとして、ですから相手がこうなった時にこっちの方へ最終動作で持っていくか、こっち周りに頭周りにするかですよね。でさっきは頭周りにしたんで、今度はちょっと斜め前の方に持っていくようなことにすればまた新しい方法でねやれるかなと思いますけど、まあ、これも伝統的な方法なんですよ。最近やる人はやってきたんですけども、潰してこうなってますよね。こうやってなってて、この足がこういうふうに入ってきます。入ってってこっち行くんですよ。くの字を書くように、くの字を逆ですよね。くの字はこう書きますけど、この場合こういくんですよ。こうくの字を書くように逆に、ひらがなのくの字こう書くように、こうなってますよね。こうなってますよね。で、この足がですね、前こっちに出ていくんですよ。その時にこういう形でこうですよね。でちょっとこうやった時にここを攻めるような感じになりますから、相手の体がちょっと動くんですよ。でやっても動かなかったら意味がないんですよね。ちょっとこうやって手を絞っておきながら、ちょっと相手をずらつかせて、ここでありますけど、こうなってますでしょ。それで手はこの最後のこういってこうですよね。こういう感じで相手を沈めながらこうなってますでしょ。こういってこういう感じですよね。手足同時にちょっとややこしいんですけど、こういってこうですよね。でこういう状態です。相手肩が沈んでます。必ず手首が上、
ごめんなさい、あの肩が一番下、それからその上が肘、その上が手首って形で、逆はいけないですよね。こういう沈まし方をしておいてですね、この寄せをします。寄せをした時に相手が少しぐらつきます。ぐらついた時にこう持ってきていくんですよね。次この左手の働きはこうですから、沈ませながらこういう感じ、こうなってますよ、こういってこういう感じですね。ちょっとやってみるか、ね、